あすいません出前お願いします醤油ラーメンくださいないですねあじゃあ塩ラーメンくださいいやそれもないっすねえー、じゃあ味噌ラーメンはんーないですねじゃあ何ならあるんですかハンチャーハン パーソめ飯のコーナーですこのコーナーでは最近食べたうまかったものを紹介していきますそのものはインスタグラムで紹介もしていきますパソメシですねどうも爽やかさんですいや爽やかさん僕ですから <laughs> 僕が爽やかさんです疲れてるね疲れてますかね、うん もうまあ、なかなかな自然体でこの後も爽やかさんにあっ違った自然にね <laughs> 出ちゃいましたよね出てたよいやーなんだろう天気のせいですかねこのどんよりとしたねーなんかね残念だねそう雨も降ってね<あー> <laughs> えい,う、ね、いやそうは言ってもお客さん結構ね来てくださっててね山頂からはうっすら景色見えてる状態です、ね、そうですねこの後どうなるかというところですがはい先週ね、うん、宮さんあの青い食堂さん青い食堂さん刺身が美味しいよとね、うん、紹介してもらいましたけどもなんとねあの放送後にリスナーさんがもう2回も行ってるよという方がいます、うん、いや1回行くとねちょっとね癖になるのよ で大将がまたすごくいい人な感じでね。えーうん、でね先週ほらマラソンあったでしょありますね。うん、でマラソン終わった後にいに今日はもう疲れたから、うんえー、外だな外食だと、えー、いうことで行ったんですまた青い食堂。はいうん、でただ ちょっとあの湯の川近辺だから混んでたら嫌だなと思ってで雨降ってて、ね、結構な雨がある、はい、であのお店の前まで車で行って、はい、で、まあ、僕助手席に座ってたんで僕があの混んでたら嫌だなと思って先にこうバーッと走ってって「開、うん、いてますかね?」あ開いてます開いてます」ますえー、あじゃあオッケーオッケー」オッケーって言って車をうちの奥さん止めに行って、うん、で僕ここに座って。 でもうあ刺身定食2つみたいな、うん、でビールみたいなでちょっと乾杯みたいな感じであ食べてたんですよいいですああ相変わらずめらっていうそしたらカウンターに座ってたお客さんが一人「いいあどうもごちそうさまでした」って言って立ち上がって、うん、でお会計して「それじゃまた」って言って出てたんですよねでそしたらすぐ戻ってきたんですよ、はい、その方は。うん あ,あすいませんってって、うん、その大将に向かってこれが店の前に落ちてたんですけどって言って、はい、出てきたのがどっかで見たことあるんですよ。ええ、俺の財布じゃねえか <laughs> やばっ <laughs> やばーと思って、うん、なんかねこう肩から下げてたバッグだったんですけど開、ええ、いてたんですねチャックがね。でそこからスルッと落ちて、うん、雨の中にこう、えー、あってまだね多少ね 若干明るさがあったんですよ、はい、だから見つけてくれたんだと思うけどそれをまたすぐその方が持ってきてくれたから、うんはい、いや日本っていい国だなと思ってですね人によってはねポッて持ってくる人もいるかもしれないすすぐその方は拾って<う>届けてもうそれでねいやほんと助かりましたって何がってお金とかじゃなくて、うん、もう キャッシュカードやら、何やら、免許証も入って,て保険証もいろいろ入ってる、ね。なんだったら、マイナンバーカードも入って,て <laughs> マイナンバーも。うえーって言って、思ってて。はい、で、僕ら、あの、会計しておか、お会計して帰るときに、うん、もし、まあ、そこのお店の常連さんだったら、ちょっといっぱいと思って、あのー、ちょっとお心付けを置いていこうかなと思って、聞いたんですよね。うんうん あの大将今あのお財布拾ってくださった方って、うん、あの常連さんですかって言ったら「いや観光客の方です」<laughs> ああそうじゃもう会えないか」っていう感じでいや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 もうね、うん、どこで何を落とすかわからんねもうねいやひやしますねいやびっくりですよは<ー>でそういういもものも含めて、うん とってもいい店です本当にお店ももちろんしお客さんもいい人お客さんもいいです青食堂ねもう本当に一元さんすらいい人ですはい。観光の方も観光の方もいい人です日本は本当にいい国だなと思いましたよすごいなマラソンの日ですよねマラソンの日僕マラソンの日あそこ行ったんですよ 亀田の方にある、うん、亀田本町あたりにある、あの。中華の風呂ってわかります。中華の風呂。あの、キングベイクとかの。はい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 、あのちょっと通りのとこ、ね。そう,そうです、そうです、鶴羽とかの同じ敷地ね、あの。風呂、はい、にして、はいはい、僕マラソン走った後です。本当数時間後なのに。うん、中華の食べ放題。 食べ放題、うん、なんかねめっちゃ腹減ったってなってバイキングバイキングあだからテーブルオーダー制のね<ー>タブレットで頼んだとはい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 でもうねあんかけ焼きそばとかね <laughs> 石焼きチャーハンとか餃子とかめっちゃ食べて <laughs> お,お前もともとそんなに食ふ、はい、太い方じゃないのにのにもうすごい食べてなんか 気持ち悪さとかもなくて、入って入ってそれはすごいねただあの、ソフトドリンク飲み放題だったんですけどよくある機械でジャーって入れて取りに行かなきゃいけないんですけどももう足が痛すぎて取りに行くまでが長すぎてもういやだってあのまま座っちゃったらもう固まっちゃうもんね足が。 膝が曲げられないんで、うん、すごい変な歩き方でずっと風呂の店内をね <laughs> 往復してんす。喉は渇くから、じゃあ飲み物取りに行こうっつって、と飲んですぐまたよちよち移動して、あ<ー>うん可愛か,かったんじゃないですか？あのー、<laughs> ペンギンみたいな。<laughs> 店内にさあれ走ってんですよ。あのわかります？あの運んでくれるロボッロボ,、ね、ロボットね。<の>はい、巨大ルンバみたいな。ハイゼンロボね。はい、あのハイゼンロボより遅いスピード。<遅い> <laughs> 負けてんじゃねえ。あの配膳ロボより遅く歩くランナー。負けてんじゃねえ。はい、あいつ。ウィーンって。僕のね、エビ釣り運ぶ。刺されてやる。刺されてしまった。早いなあと思って。やりましたけどね。まあ、そんな感じですけど。あ、そうですか。まあ、まあ、中華に関連して、ですもう。今週、僕が紹介したかったのはね。大阪王将。大阪王将。 以前餃子の王将紹介したんですもん、うん、また別のね、うん、の王将とは名の付くけども、うん、大阪王将は今、えー、まあどうなんで言ったら2店舗ぐらいあるのかな秘境とテキサスの下、うんうん、テキサスの下行くんだテキサスの下行きますね、うん、であれなんですねななんかこのれん分け的な ところらしいですねルーツ的には1969年にのれんわけで出店したルーツにあるそうなんですけども全然別なんですけどもまた違った美味しさが餃子の王将大阪王将それぞれあるんですけどもね違うよね違います味はね全然違います僕のおなじみのセットというかねタレザンギとムーシーロームーシーローはねんか卵 ちょっと炒めたやつときくらげと豚肉が入ったような炒め物ああ炒め物ねはいわかるわかるなんとなくでタレザンギはもう拳大ぐらいのサイズのザンギが甘辛い味付けになってて4つぐらい入ったラッキーピール的なあそんな感じ味付けははいに僕は揚げ餃子をつけると結構合成なんですよね多いね多い一回それ一人で運んでたら女子高生笑われました お前俺のこと笑ったからな <laughs> い,やいやでもね宮脇さんはねあのありえない量のギョー食べてたから <laughs> 全然ありえない量じゃないからね,ねびっくりする量の何段も重なった餃子を食べてましたいやいや多く見えただけだからねんだと思って「めっちゃ食いますね」って、ね、まあ人お前なん,かなんか化け物みたいに言ってんじゃないよ <laughs> テーブルの下から餃子湧き出てんじゃないかってうレで本当にすっかなと思って。<laughs> いやなかなかだよその今の言った量はいや僕はね確か大阪王将だと結構がっつり食べるんですけどねでなんか餃子も結構違うらしいですねあの大阪王将はニラが入ってない入ってないない<ー>で餃子の王将はニラが入っているだからガツンとパンチのある方行きたいなっていう方は餃子の王の王将,王将、ね、ちょっとあっさりの方がいいな匂、うん、いとか気になるなって方は 大阪王将。うん、そういう選び方もありますよ。なるほど。うん、そうですか。そんな、僕は大阪王将でした。いや、僕はですね、ここもね、よく行くお店なんですけど。ええ、あの、末広町にあります。ブラスリーカリオン。うん、いやおしゃれな。うん,う,んうん、あの、あそこわかります。うん。う 電柱あるとこ。あの、四角い。日本最古の電柱があるとこ。ろあそこのお店です。そうですよね。あの、函館小一号さんとか。の隣です。はい。ですね。もう結構、古いんですけど。もう、ここ行ったら、これね、あの、ゆかりちゃんも。うちのね、佐々木ゆかりちゃんも。これ、どうしようかなって言って、結果。紹介をしてしまった。 えー、イ,ルイルプレで紹介したのかな一昨年ぐらい紹介してましたね紹介してたよね、うん、あのオニオンスープ、うん、グラタンスープがあれ美味しそうだったわ本当に食べたことないです、ね、もうね多分ね日本一うまいええー、<laughs> マジっすかもうこれ絶対食べなきゃダメっていうだからちょっと多いなっていうふうに思って 思って、うん、サイズが L と M があるんですよ。はい、でもあの、うん、金額的に言ったら、うん、そんなに変わらないんでやっぱり L いっちゃうんですよね。へ<ー>えー、でもそれぐらいうまい。スープで表面にこうチーズが入そうなんですけどあのでも結構具,具があるというか。はい なのであのスープといっても結構まあ食べる感じですかねうんうわいいですねいやもうこれねぜひ一回食べてみていただきたいですねそれプラスでなんか他頼むみたいなそうそれとあのパスタを食べるんですけどまあ僕どっちかっていうとオイル系を食べることが多いんで、うん、え今回のせるのはえカとアンチョビのパスタイえい、うん、アンチョビ、うん、そうそうそう だけどあのエビのパスタとかも美味しいしいい、ね、何だったらトマトソース系もありますから、うんはいろいろ選べるし、うん、もちろんピザもありますし、はい、あとはね、えー、とコースもありますあコースもあるんですね、うん、だからあのあのまあまあ、うん、まあアニバーサリー系とかで使ってらっしゃる方もいます、うん うん、でワインとかも結構ね、はい、ありますからまあいろんな楽しみ方ができるお店ですねい,やいいですねうんマスターがねまたね、うん、こうかっこいいんですよなんとなくあそうなんですねこう寡黙な感じなんだけど、うん、笑顔が素敵なね、ええ、マスターでうんいいですよえー、いやパスタにスープ、うん、グラタンスープ そうオニオングラタンスープはねこれね絶品ですからあ<ー>、ね、でもそれ食べたら結構満足お腹も結構いっぱいになりますよねいっぱいになるんですけどただやっぱりあくまでもあの、まあ、スープですね。で、うん、なのでちょっと量的にはそれだけではなかなかなっていうのがあるんで、うん、例えば2人で行ったりとかしたらピザ1枚頼んで半分ずつ食べるとか、うんえー、そういうことも含めてできると思うんではい いいいと思まやそれこそこのスタジオからも近いですけどねまだ行ったことなかったのでお昼もやってますしランチもやってますしいいですよ意外と空いてることが多いですだから僕予約取って行ったことがないというねサッといてサッと食べられてはいいいですよ うんまあハーゲンダッツとかねハーゲンダッツとかもそう<ー>レディー・ボーデンレディー・ボーデンもねよく食べましたよねレディーボーデンり占めするぐらいねもうとにかく抱えたかった抱えて食べたかった<ー>レディー・ボーデンいやいや,いやでも本当にあのぜひぜひあれはね、はい、食べてみていただきたいですねいやこれましちょっと気になるんでそうあのそんなにね高くないですよ じ敷居っていう弁でも,もう全然高くないです、うんうん、だからぜひ水曜日がお休みだったかのお休みだけチェックしていただいてはいわ、うん、かりました、えー、今日ねカリオンさんとね大阪王将紹介しましたけどねい,やいいですねでもこう僕らのこのコーナー聞いて実際行きましたよっていう方がいるっていうのをね、うん、そうそうあのー、せんん先週インスタグラムの女子2人来てたじゃないですか、はいえー もうあれですよね僕らも負けじと僕らも負けじと発信して全然文章は少ないですけど、うん、店名だけ <laughs> 店名と写真だけだけ,、うん、だけどラジオを聴いていただければぜひぜひ。是非是非ねっ、ね、<ー>行ってみてほしいね、うん、もうカナダ週に2店舗必ず上がりますから週に2店舗絶対写真上がってますから、ねえー、ぜひ、FMA のインスタグラムをチェックお願いいたします、はい 来週ももうままかったものを紹介していきます以上「ターサイティ TV」メ飯のコーナーでした。See you in the next episode.